はい、皆さんこんにちは。レナです。ザカです。エイチブログです。私たちは名古屋城に来てます。見えてる？見えてない。見えてない。私は名古屋城にも何回も何回も来たことがあるけど、ザカは来てない。全然よく分かってない。だから今日ちょっとだけその名古屋城をザカに紹介しつつ、後ろに見えてるかもしれないけど忍者がいるよ。名古屋城に忍者と侍がいるよ。うわすごっ、 うわすごっ、 うわすごっ、 入ってきた。これ本丸御殿。カタン、おー見えた。うわ金シャチは見えないよ、こっちの。てか、俺が思ってた5倍ぐらいでかいんだけど。あ、そう？これでかっ。なんか最近小さいお城にしか行ってないからね。これ入り口なんだけど、普通の時だとここでみんなザーッと並ぶよ。あ、そうなんだ。入ってきました。これ何？本丸御殿。イエス。中には何があるんだろう。レストランかな。なわけない。わお。入ったらなんか温泉みたいな。すごい、ね。靴箱がいっぱいある。靴箱でみんな。あ、何も壊さないように。本丸御殿は銭湯だったところだね。そういうことじゃないよ。おお、すごいいい旅館みたいな感じだね。バカ。今入ってきてすぐに金の虎の屏風みたい。わお、すご。そうそうそう。トラっぽくないトラだね。そう、なんでか分かった？トラを描いた人がトラ見たことなかったよ。想像して描いたから、あのトラとレオパードが同じもの、確かにメスだと思ってた。これすごいね。初めて来たけどこれはすごいわ。ちなみにこっちの部屋に何も書いてない。もう昔何があったかわからないからです。でしょ。イマジネーションで。なんか全体的に結構暗いよね。暗い。なんで？光が当たると日焼けしちゃうからあれじゃない。知りませんけど。そうか。あ、そうなんですか。当たった。さすが、良かったです。さすが、自分にさすがを言うのがちょっとダサいよ。さすがでございます。ここに売店にめちゃくちゃ美味しそうな。めっちゃ美味しそうなソフトクリームある。金シャチ焼きサンデー。かわいそう。かわいそうじゃない。かわいらしい。かわいそうだよ。今から食べられるからかわいそうだよ。それもあるけど。ちなみに天守閣に入れなくなってる、リニューアルする。10年ぐらいをかけてこれを全部壊してもう一回作る。何これ、ついてるよ。これ何がついてるの。ここに抹茶がついてるよ。嘘。どうやってここに。どうやったらこのところに抹茶がつくの。天才だね。どういう食べ方してるの。あれじゃない、髪の毛についたから。ここもついてるよ。じゃあ取って。私たちはめっちゃ遅く来たからもう全部閉まりつつあるよ。本場のボタンは4時半まで。そう、今からメインゲートに向かう。後ろに映ってるのが金シャチ、名古屋城の左と右についてる。ここの屋根のついてるやつ。ここについてるやつ。めちゃくちゃ小さく見えるけど本物はこれぐらいのサイズだよ。2メートル以上あるよ。ここに金シャチ横丁の入り口です。名古屋名物のお店が全部ここに。ソフトクリーム売ってるよ。すごいじゃん。やだやだ。あ、やってない。味噌煮込みうどん。山本屋。次は名古屋コーチン親子丼。あ、名古屋コーチンも有名でしょ。素晴らしい。あ、ビンチョ。あ、森口漬け。森口漬けは名古屋の漬物、ね、めちゃくちゃ美味しいよ。親子丼に決めた。
名古屋コーチンを食べる。手羽先もあるしね。名古屋と言ったら手羽先。あ、それもあるね。食べよう。もうラストオーダーかな。うん、あ、5時半。やべえ、ラストオーダー5時。あぶね、9分前。ギリギリ。すごいね。めっちゃ可愛くない？壁紙がすごい。見てこれ。名古屋のビールだね。名古屋城のビールだね。800円。ビール来ました。名古屋限定黒ビールでおす。いや、本当になんか、なんかトローンと出たね。よくないよ。よくないの？よくないの？何この顔。なんかトローンとしてるよね。トローンとしてる。トローンとしてて、俺が思った黒ビールとは全然違う。うん、これは、あんま好きじゃない。生って感じはするけど、見えるかな。めっちゃ美味しそう。うまっ。めちゃめちゃめちゃクリーミー。うまっ。なんか鶏の歯ごたえもしっかりしてるわ。手羽先だね。手羽先でかくないこれ。手羽先も名古屋名物でしょ。オッケー、この大きさ。そうそうそう、全然持てられないよ。箸で。いや、手で食べる普通。うん、うまい。パリパリそうだもんね、皮が。パリパリとジューシープラス胡椒、うん、プリンが来ました。すごいじゃん。私のデザートがね。うん、おお、私のデザートね。うわ、うまそう。うまそう。すごい。うまい。うまい。甘さが控えめだけど、めちゃくちゃ大きい一口しなくていいよ。本当だ、美味しい。名古屋コーチンプリン、おすすめです、うん、はい、ごちそうさまでした。美味しかった。うん、めっちゃお腹いっぱい。もうチキンにチキンとチキンと卵と卵だとめちゃくちゃお腹いっぱいになる、うん、お腹はち切れそうというわけで、あそこの金シャチ横丁、そうだね、ぜひ名古屋城に来る方はおすすめですね。今から帰りますので、この動画が楽しかったならいいねボタン押してください。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。